今月16日付で仙台高等裁判所の長官に着任したのは東京都出身の小野瀬敦氏63歳です小野瀬氏は東京大学を卒業後東京高裁の判事や法務省民事局長などを歴任してきました東北では初めての勤務となります東日本大震災の関係する訴訟が あ管内の裁判所に多数継続しているということは承知しておりますその被災者の方々の置かれた立場状況を十分に配慮して引き続き適正迅速な裁判の実現に向けて取り組んでまいりたいとまた裁判手続きのデジタル化へ向けた準備を進め適正かつ迅速な紛争の解決に資するよう取り組んでいきたいと抱負を話しました